1898年のウィルミントン暴動はノースカロライナ州ウィルミントンで起こったウィルミントン市政府が転覆したクーデター事件である。このクーデターは1898年11月10日の暴動から始まった。当初は白人による人種暴動であるとされていたが現在ではむしろ白人グループによるクーデターだと言われている。白人至上主義者が 二車の上に搭載したガトリング砲をはじめとする多くの武器を使い選挙で選ばれた市政府から不法に権力を奪取した。白人市場主義者らは自分たちの行動を写真に収めてもいた。この事件はリコンストラクション後のノースカロライナ州政治の展開点になったと考えられている。またアメリカ合衆国で市政府が転覆した唯一の事例となっている。 州知事、ダニエル・リンゼ・ラッセルとアメリカ合衆国大統領、ウィリアム・マッキンリーはこの事件に関する情報を十分に得ていたが、何の反応もしなかった。ウィルミントンは当時州内最大の都市であり、黒人が人口の過半数を占めていた。その黒人の中には、多数の専門家や社会的に重要な地位を占める者も,も含まれていた。共和党は、 奴隷制を否定するなど黒事によりの政策を敷いており、逆に民主党は白人中心の政策を敷いていた。その中で1894年と1896年の選挙では、ノースカロライナ人民党が、州政府の支配権を握るために、共和党と融合し、共和党のダニエル・リンゼイ・ラッセル知事が勝利した。彼らは融合主義者と呼ばれた。しかし、 融合主義者の政策に不満を持ったヒュー・マクリーを含む9人の白人市場主義者らはダニエル・リンゼー・ラッセルに選挙で敗れていた白人市場主義者である民主党のアルフレッド・ムアワッデルらに働きかけ黒人排除の動きを始めたアレクサンダー・マンリー白人市場主義者らは1898年の選挙に勝利するために 黒人を含む有権者に対して様々な圧力を加えた。その一つが、黒人が所有する唯一の新聞であるウィルミントンのデイリーレコード紙と、その編集者、アレクサンダー・マンリーを利用したものである。民主党を支持するローリーのニュースオブザーバー紙の編集者ジョセファス・ダニエルズは、ウィルミントンを黒人支配の象徴として使っていた。多くの新聞は、 アフリカ系アメリカ人が白人女性を強姦していることを示唆するウェア記事を掲載してもいた。これに対しマンリーは彼ら黒人すべてが合意の上の関係を持っていると主張してこの告発に意義を出し白人男性はあらゆる人種の男性から直いを出されることから白人女性をもっと守るべきだと示唆した。しかしながらこの意義には 白人市場主義ではない白人の多くも抵抗感を持った。白人市場主義者は、この抵抗感を利用し、黒人社会に対する不安を煽った。1898年11月8日の選挙では、黒人や共和党員の多くが投票を避けたこともあり、民主党が州の支配を取り戻した。ワッデルラが率いる25人委員会は、 アフリカ系アメリカ人社会の政治家と指導者の集団である有色市民委員会に対し、マンリーの問題に対して1898年11月10日、朝7時半までに報告書を提出するよう指示した。しかし期日までに報告書が提出されなかったため、ワッデルは白人実業家と元南軍兵士の一団をウィルミントンの系風評武器庫に集めた。 この集団は民主党を再建する計画を立てている白人至上主義者だった。午前8時までにワッデルが彼らをデイリーレコード社に誘導し全てを破壊し建物を燃やし尽くした。民主党を中心とする白人がウィルミントンの支配を取り戻す動きの中で民主党にとっての次の目標は州内で 唯一の黒人が所有する新聞であるウィルミントンのデイリーレコード紙の編集者アレクサンダー・マンリーを市内から追放し発行を止めさせることだった。この時までにマンリーやその他多くの黒人がウィルミントン中心部から逃げ出し安全地帯に避難するか隠れていた。1日が終わるまでウィルミントン中で暴動や発砲が続き、 黒人居住地にいた黒人も襲撃され続けた。死者の推計値は60人から300人まで幅があった。病院、教会及び検察維持務所の記録が不完全だったために、正確な数字はほとんどわかっていないままである。ワッデルとボートは続いて、共和党の市長サイラスピーライトや他の市政府の役人を辞任させた。新しい市政委員会が選出され、 ワッデルがその日の午後4時までに市長として姿勢を掌握した。この権力強奪に続き民主党はノースカロライナ州の中では初めて人種差別的内容を含む法案である事務苦労法を成立させた。民主党はノースカロライナ州でアフリカ系アメリカ人に対する戒厳令を敷き少なくとも50年間は宗教を超えて適用させる。 ことになる制度を固めた。南北戦争の後で黒人が確保していた権利の多くは法典から消えた。アフリカ系アメリカ人がその公民権を取り戻すのは数世代後のアフリカ系アメリカ人公民権運動を待つことになった。また2000名以上の黒人が事業と財産を放棄してウィルミントンを去り市民の過半数は白人になった。なお、 このきっかけを作ったヒュー・マクリーは、ウィルミントン郊外のニューハノーバー軍に、公園用の土地を寄付し、そこは、今でもマクリーの名前を冠している。公園にあるマクリーの栄誉を称える名盤には、1898年暴動での、その役割について言及がない。1900年、第二次、白人至上主義政治運動がニ主党の支配を固め、 チャールズ・エイコックを知事に選出した。この時も、また、黒人支配を示唆する絵を使うことで、多くの白人はこの絵で脅され、最終的にその投票する先を揺すぶられた。また、黒人の投票自体を防ぐための条項も設けられた。選挙の前夜、ワッデルは演説で次のように言ったと言われている。あなたたちは、アングロサクソン人である。あなたたちは武装し、 備えがあり、あなたたちの義務を果たすだろう。明日投票に行こう。もし黒人が投票に来ているのを見たら、投票所から立ち去るように言い、それを拒むならば殺せ、彼のトラックの中で撃ち殺せ。我々が銃を持ってそうすることになるならば、明日は勝利するだろう。民主党は、地滑り的勝利をつかんだ。ウィルミントンの多くの市民グループは、1990年代初期までに、 この事件についての議論や認識を深めた。1995年、アフリカ系アメリカ人社会、ノースカロライナ大学ウィルミントン校の教員団及び、公民権活動家の間で非公式の対話が行われた。彼らは事件について、人々に知らせるため、事件を忍ぶ記念碑を建てることを望んだ。1996年11月10日、 ウィルミントンの町は1998年の100周年記念祭のための計画を立てるために地域社会から人々を招くプログラムを主催した。地元の衆議会議員や市政委員会のメンバーなど200人以上の人々が集まった。不んなことにこの時まだ白人市場主義者の子孫が存命であり、1898年クーデターを記念するいかなる催しにも反対した。 1998年初期までに、ウィルミントンでは、黒人と白人のウィルミントンという講演会を2回、開催した。セントスティーブンス AME 協会であった2回目の講演会で、ジョージ・ラウントリー3世が出席するという噂が広まり、予想したよりも多くの聴衆が集まった。ラウントリーの祖父は1898年暴動に、参加した。 民主党指導者の一人だった。ノースカロライナ大学ウィルミントン校の人種問題に関する著名なアフリカ系アメリカ人歴史家、ジョン・ヘイリーの講演に続いて、ラウントリーが発言のために立ち上がった。ラウントリーは人種の平等を支持することを伝えて、その話を始めた。続いて、祖父との関係に及び、祖父の行動について謝罪を拒否し、 祖父がその時代の産物であることを主張した。ラウントリーは、白人民主党指導者の他の子孫とともに、先祖がやったことに対して謝罪する必要性を感じていなかった。多くの者は、彼らがその家族の行動に関わってはいなかったので、それと同じように感じた。聴衆の多くは、ラウントリーと共にその信念や謝罪を拒むことについて、議論を始めた。 ある者は、彼は、あの事件について、何の責任もないが、個人的にはそれから恩恵を受けたと言った。ある者、ケネス・デイビスは、ラウントリーの祖父が、消し去った当時のデイビスの祖父の業績について語った。デイビスは、ウィルミントンの黒人社会の過去は、ラウントリーが好んだ過去ではなかったと、ラウントリーに伝えた。 聴衆の間で多くの議論が行われ、承認のつぶやきを与える数多い人々に後押しされたケネス・デイビスが再度立ち上がり、ラウントリーがこの行事で発言してくれたことに感謝した。この事件に関するいくつかの歴史書が長年にわたって出版されてきた。アフリカ系アメリカ人歴史家のヘレン・エドマンズは1950年代の 著作、融合政治の中での黒人でその暴力に言及し、さらにレオンプラサーの1980年代の著作、我々は死を乗っ取ったが続いた。100周年事業の間には、デイビッド・セセル氏とティモシー・タイソンが、裏切られた、民主主義を編集し、ルレー・アムフリートは1898年の、ウィルミントン人種暴動委員会のために書いた作品を2006年に、 出版した。2000年、ノースカロライナ州議会は、事件の歴史記録を作成し、地元や州内の黒人にこの暴動が与えた、経済効果について評価するために、ウィルミントン人種暴動委員会を設立した。この委員会は、州議会議員トマス・イ・ライトが、共同議長に就いたが、ライトが2007年に選挙資金スキャンダルを起こし、委員会の提案した。 法案の見込みを損なったように見える。2007年1月、ノースカロライナ州民主党は公式に、ウィルミントン暴動と白人市場主義運動の間に、党の指導者によって行われたことを認めこの行動自体に否定的評価を下した。当時の暴動者側の新聞は、選挙を宣伝し、州内他の地域の人々に、ウィルミントンに来て来るべきクーデターに参加することを、 呼びかけることで、暴動者に貢献したと言われている。シャーロット・オブザーバー神の関与についても議論が続いてきた。ありがとうございます。